面白ガールズは、北海道文化放送開局25周年、記念企画として結成されたユニットである。入社年と退社年は、UHB の在籍期間を表したものである。1997年4月に北海道文化放送は、開局25周年を迎えるにあたり、キャンペーン期間限定のユニットとして、1997年1月に結成された。 この年のキャッチフレーズ、面白万年であり、これがユニット名の由来である。キャンペーンに合わせて面白ガールズが歌うキャンペーンソング、面白万年とずっとそばに痛い,いからも作られた。これは UHB のオープニングとクロージングで使用されただけではなく、Go!Go!25 周年の CM もにも起用された。この曲は300枚限定でシングル CD 化され、 1997年4月13日に札幌三越デパートで握手会を兼ねたチャリティ販売イベントを行った。そこには長蛇の列ができ、わずか10分で CD がなくなるほどであった。1998年1月 UHB はキャッチコピーを面白万年堂とし、面白ガールズは解散。解散にあたり CM も作られた。しかし、 面白ガールズの人気は依然として高く、解散したにもかかわらず、その年の札幌雪祭りで一回限りのコンサートを行った。1999年に入り、丸岡がメンバーから離れ、代わりに竹中美紗アナが加入し、ユニット名は面白ガールズにとなった。丸岡は1999年9月に UHB を退社した。その後、 当時の UHB のキャッチフレーズである、友達 UHB を受けて、友達ガールズに改名するも定着せずに半年で終了した。ありがとうございます。